真っ昼間から人っ風呂とかたまらんな。さてと、ご苦労。風呂で食う好物のかんぴょう巻きもまたおつなものだ。まあまったくだ。これからもずっとこんな穏やかな日が続くといいな。ねえ。はい、もしもし。歩き続けていた導かれたままだって宇宙で今になって気づいた。荒玉討伐任務終了したぞ、どちくしょう。じゃない、学長。ねね、誰がどちくしょうだ、誰が。あとここでは本部長と呼べ。ご苦労。では次の任務だが。待て待て待て、あれから4ヶ月ほとんど休みなしで飛び回ってるんだぞ。少しは休ませろよ。では次の任務だが。くそ、ここまで白々しい聞こえなかったふりを見たことがない。お前には隊長としてチームを引き群馬に行ってもらう。いや、俺パスポート持ってないし。群馬なめんな。現場はいわゆる人ってやつでな。喜べ、任務を片付けたら待望の休暇で。って言ってただろうが。任務が終わったらつっとるのか。別にいいだろ、肝心の荒玉が見つからないんだから。ファインダーの反応もちっぽけすぎて正確な場所を特定できず、ネネですら反応を追い切れず、目撃情報もあやふやで、結局取れる手段は肉眼だよりの人海戦術だから、討伐担当の俺は捜索班を信じ、コンディションを最高に整えて荒玉発見の吉報を待っているんだ。お前も足使って探せ。痛いところをつく。今のご時世、わずかでも荒玉の脅威がある限り民間人の訴えを無下にはできない。わかるな。まあそういうわけで、怠け者の尻を叩くためとっておきを用意した。せいぜい驚け。ね、た、どいつもこいつもチンケの荒玉程度にビビりやがって。つうわけでだ、桐生副隊長、宿舎として旅館を使わせてもらってる手前、荒玉を探したっていうポーズだけでも取ろうと思う。隊長、せめてもう少し本音を隠す努力を。それでは天候、1、2、3、4、5。よし、全員いるな。って増えてる。なんでさやかがここにいるんだよ。カナミとの任務が早めに片付いた。そうしたら本部長がここに迎えと。糸見さやか、これよりマシコカールの指揮下に入る。命令は。おお、ありゃ身の丈5メートルはあった。何十頭もの熊を手にかけ、その鋭い爪と牙から真っ赤な血を滴らせた。あのジジイ、毎回目撃証言を持ってるぞ。熊の死体なんか一匹も見てねえよ。お年寄りは若い人とお話しするのが大好きですから。
あ、もういいか。目撃者からの聞き取り完了。これより捜索に向かいたい。命令は。ああ、まあ適当に探してくれ。了解。目撃地点に法則性が感じられない以上、捜索範囲を広げる。しかし、あまり広げすぎると逆に穴が大きくなりませんか？私が範囲を2倍担当する。八万力も使わずにあの身体能力ですか。あれなら確かに2倍いけますね。あの真面目ちゃんめ。隊長は糸見隊員が嫌いなんですか？真面目すぎて苦手なんだよ。同じ真面目人間でもヒヨヨンザナイペッタンはいじると反応が超愉快。久しぶりに会いたいもんだ。とりあえずそのヒヨヨンという方に隊長は深く謝罪すべきだと思います。じゃあ今日はここまで。暗くなると山は危険なんで、早めに切り上げた隊長様に感謝しつつ宿で疲れを取るように。糸見さんのおかげで助かったわ。捜索範囲が飛躍的に広がったしね。でも発見できなかった。明日は見つかるって期待してるね。いっそ隊長を代わって気のせいか、さやかが来たことで俺の株がストップ安になった気がする。気のせいです。だって彼女が来る前からストップ安でしたから。明日は必ず荒玉を発見するから。もう少し肩の力を抜いてもいいんだぞ。この一件、荒玉による直接的な被害は一切報告されてないんだ。サナの目も届かないし、気楽にやれよ。任務は速やかに達成すべき。トジの使命は荒玉を撃つことだから。だよな。うん、トジとして正しいのはお前らだよ。言っている意味がわからない。いいんだよ、お前らはそれで。温泉入ると肌ツルツルになるな。おい、さやかはどうした？夕食後は部屋に戻っていませんが。恋バナとか聞きたかったのにな。だよね。そうか、ならいい。ったく、一人で何してんだあいつは。別に八つ当たりみたいに冷たくしたことを気にしてなんかないけどな。そういやネネもいないな。それ違う。こうやる。何してんだあいつらは。平気、気をつけないとダメ。あんな顔もするのか。カオルちゃん、どうしたの急に。カナミはよくサヤカと組んでるよな。あいつといつもどんな風に過ごしてる。もちろん剣術の話。そうそう、こないだは久しぶりに手合わせして。さやかもだが、カナミも大概だな。めんどくせえ。やっぱり心配かも。カオルと一緒のサーヤのことですか？カオルちゃん、めんどくさがりなところがあるから。心配ご無用。ああ見えてカオルは面倒見のいい子なんですよ。
なんせ400年も荒玉と共に生きてきた益子の一族ですから。へいへい、さやかビビってる。伊丹さん、ファイト。隊長なんかやっつけちゃえ。どういうこと？どうも何も、温泉といえば卓球だろうが。今は任務の途中。真面目か、バカ野郎。休んだり遊んだりするのも任務のうちだ。任務。ねんねん。あ、ねねね。こう。ね。ねねが言ったところで所詮貴様など遊びの素人。本気の遊びというものを教えてくれる。流れるようにフラグを立てますね。はっはっは。いくぞ成果。驚くほど体力ないですね、隊長。薬丸次元では一撃で仕留める瞬発力がありゃいいんだ。おい、ちょっと待ってろ。お刀さえあればお前のような子は敵じゃねえ。いっそ清々しいまでに卑怯。逆の意味で尊敬します、隊長。伊丹さん、頑張れ。下克上は部屋を壊さないでくださいね。いい度胸だ。覚悟しやがれ。本部長に報告しますね。ふっ、何とぞお慈悲を。ねんねん、こう、にさつき、ヨミ。ソーラク学長、つば九郎さんはきっと幸福でした。無念はあったでしょう。それでも彼女は舞台に立つことができました。戦って杜氏として死ぬことができました。よく夢を理解しているな。そういうお前はどうなんだ。もうゆかりはいないというのに。たとえゆかり様がおられなくとも、私の忠義は変わりません。姫はどうしている。またふらりといずこかに。では我々は B ルートを洗います。何かあったらすぐ連絡しますので。まあ、あんまり気を張るなよ。はい、はい、じゃあ俺らも行くか。あ、ねえねえ、くすぐったいに。すっかり俺のペットと打ち解けて。まあ、あ、そうだに。ねねがさやかに懐いた。つまりさやかはひよよんのホライズン胸より未来があるみたいだぞ。ほい、そうしん。やっぱこうでないとな。ん、平気？全然平気。まだまだいけるぜ。ごめん、嘘。ねえねえ、ずっとそこにいたお前が言うな。言ってることがわかるの？わからんけど、言いたいことはわかる。ねえ、ねえねえ、もしかしてこいつかよ。ここいらを騒がせてた荒玉ってのは。おせえよ。ま、ネネが手間取るほどちっぽけな反応だし、しょうがないか。あら、さっさと森の奥に帰る。あ勝手なことするんじゃねえよ。なぜ荒玉を撃つことが杜氏の仕事？まあ、そいつは正しい。正しいけど気に食わん。
見ろよ、ネネもこいつに敵意を向けてないだろう。アラダマはアラダマ、放置すればいずれ人に危害を加えるかもしれない。なるほど、確かにそうかもな。アラダマになってしまったのなら切らねばならない。そうか、じゃあネネはどうだ。ネネ、お前の言い分だとマシコが絶賛放置プレイ中なこいつも切らなくちゃだな。切れるか、さやか。ねえ、ダメ、ネネは切れない。ねえ、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 私は間違えていた。間違えてねえよ、それが普通のトジの考え方だけど、まあトジだからって何も考えずに切るのはやめとけ。よく考えて切れってことだ。こいつみたいな荒玉も他にいるかもしれないだろう。考えて切る。少なくともマシコの一族は昔からそうやってきたぞ。もっとも俺にしたってそこんとこ気づいたのは割と最近だから、偉そうなことは言えないけどな。まだよくわからない。だからよく考えたい、そう思う。ああ、今はそれで十分だ。ねえ、でもこの荒玉はどうする。基本荒玉は野生のクマとでも考えとけ。自分のテリトリーでおとなしくしてるうちは追い詰める必要もないだろう。だからこれまで任務放棄を。いや、働くのは普通に負けだろう。さて、学長にどう報告するか。ねね、どうした、ねね、急に何が。わからんけど、もうあれはさっきの荒玉じゃない。そんな、マシコの歴史じゃこんなことザラだ。だからけじめのつけ方も心得てる。カオル、考えて信じて、それがダメだった時は誰よりも先にそいつの牙を受け剣を向ける。それがマシコのけじめだ。だから俺がやる。ノロは地元の社で分子する手はずになっています。回収および警護は私たちに任せて、隊長と糸美さんはお休みください。先に戻って大丈夫。あ、ノロを奪っていくトジがいる。ああ、そうだったな。けどこんな山奥にまであんなしょぼいノロを狙っては来ないだろう。それにやる気を出してるやつには何でも任せてやるもんだ。さ、任務も終わったし本格的に遊ぶか。ねえ、くそ、次から次へと何だってんだ。このノロの匂い、なるほど、ずっと我を追っていたのは貴様か。奪ったノロを返してもらおう。ほう、うん、ならば。貴様のお刀から感じるぞ、これは正気、悲嘆、怒り、いや迷いか。己自身の心の内すら定められぬと見える。黙れ。一瞬しのげれば十分。
それもまた迷いの一因か。黙れと言っている。なかなかに凶が乗ったぞ、指導巻。待て。おい、お前ら生きてるか。気絶してるだけだ。お前やっぱり指導巻。お前がこいつらをやったのか。おい、待ちやがれ。カール、ノロがどこにも。くそ、あの野郎。大丈夫、写しを使い切っただけ。例のフード野郎。ああ、間違いなく指導巻だったけど、悪い、ノロを持ってかれちまったよ。そうか、ご苦労だった。え、それだけ怒らないのか。荒玉を倒し人々の不安を払ったんだろう。ならば問題はない。信じてたぞ、本部長。あ、じゃなかった、大庭さん。お、今言い直す必要なかったよな。あ、なんだ大庭さんって。お前もおばさんの時が来るんだからな。ほら、お前も報告しとけ。聞いてんのか。もしもし。おさやか悪かったな、面倒なの押し付けて。トジとして大切なことを教えてもらった。そっか。遊ぶのも任務のうちだと。あ、ちょっとカオル呼べ。ダーッシュ。なんで。おい、これ逃げんな、カオル。わかってんだからな。明日の君に笑って。